んでんじゃないなのでぜひ早速行ってみたいと思います。並んでるやん、ほら。え？並んでる。では早速行ってみたいと思います。はい、まずは1階の行列を見てみましょう。いやー、並んでますね。5番出口を出てすぐですけれども、5番出口はエスカレーターがないので4番出口の方がおすすめです。おじさん、おはようございます。おはようございます。今何時ですか？7時半です。7時半ですね。今日はどこに来ましたか？台湾で有名なチャコパン屋さん連れてこられました寝てたのに。您是台湾人吗？是。啊，对台湾人来说，这里有名的吗？很有名。很有名，为什么那么有名的？它好吃啊。那好吃的。对对。哦，从什么时候那么热门？20几年前来就很热门。你常常来吗？不常来，因为人太多了，每次要排队。你会吃什么东西？它这里是豆浆、甜豆浆，还有厚饼。哦，谢谢。回転が早くて並んで30分で店まで来ました。怒られました。前や前や、それが前や。飲み物は左、焼きもちは奥です。日本語喋れる。日本語喋れる。好。台湾进来75元。75元。はい。什么？30分並んでようやく買うことができました。列は長いけど、意外と喋ったりしてたらあっという間で、働いてる人の数もすごい多いから、かなり流れ作業、回転が早い。レジでもたついてたらおばちゃんに怒られますねそう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 、しかもおばちゃん日本語話してるから、他の人待ってるだよって怒られますで、私たちは鮮豆漿というしょっぱい豆乳のスープで、上にコリアンダーと揚げパンが乗ってます。あとこれは並んでた時におじさんにおすすめしてもらった分厚いホーピンジャータンという名前のメニューで、まあ、オムサンドみたいな感じかな。食べてみましょう。実は何気に食べたことない豆腐がこんな感じで、すごいね。なんかいただきます。ごま油っぽい匂い。うん、あ、おいしい。
ろう、だしがちょっとごま油が効いてて、お豆腐がすごい柔らかくて、おいしい。全然いけるわ。ネットにも書いててんけど、エビ入ってるらしい。で、これちっちゃい桜エビみたいな、もしかして見えないかもしらんけど。